こんにちは、ハッピーチャンネルです。本日はオンラインで注文していたジャンプフェスタ2022の先行グッズを紹介、開封していきたいと思います。たくさん買ったね。それでは早速、今回開封するのはチェンソーマンのコレクション缶バッジ、プッチ夢バトル、こちらを10個開封していきたいと思います。それでは早速、チェンソーマンのコレクション缶バッジ10個を開封していきたいと思います。待ってました、チェンソーマン。その前にこちら、おポチタのノルキャラコレクション、こちらもね、開けていきましょうか。ノルキャラマスコット、いろんな作品で出てるけど、私は買うのは初めてなんですね。あー、かわいい。お手玉みたいになってて、こうみんな乗せていける感じになってるから、1個集めちゃうとたくさん集めたくなっちゃうなーっていつも思ってて、触りすぎなのでね、我慢してたんですけど、今回初めて買ってみました。どこ見てるの、かわいい。ふわふわもちもちです。はい、タグもね、めちゃめちゃかわいいですね。で、ポチタのブルブルのぬいぐるみと合わせるとこんな感じ。うん、一回りぐらいちっちゃい感じかな。めちゃめちゃ可愛いですね。うん、親と子供みたい。それではね、ポチタに見守られながら開封していきたいと思います。ちなみに4月5月ぐらいにこのデンジの袋とじコレクション、これ受注してあったものを全部で20個開封したんですけど、お蔵入りになってます、ね、動画出さないまま終わっちゃってるんですけど、見たい方いますかね。見たい方もしいらっしゃったらコメントください。そしたら編集してアップします。それでは開封していきたいと思います。私プチのねタイプの缶バッジ初めて買うので、どんな感じに入ってるのかな、気になります。楽しみだね。楽しみです。あ、もうそのまま入ってます。いきます、せーの、はい。おお、これは、あ、もう超許すよ超。あ、飲み会のシーンかな。あ、うんうんうん、そうだそうだ、姫の先輩とかのね、懐かしい、うんうんうん、懐かしいね。はい、それでは2個目いきます。せーの、ほい。おー、しません。めちゃめちゃこれ懐かしいシーン。これもあれじゃない、さっきと同じ飲み会のシーンだね、うん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 、それでは3個目です。せーの、ほい。おー、出た胸だ。デンジのゴールがね、牧間さんのね、胸だったからね、最初。これだけ聞くとどんな漫画なんて感じですよね、知らない人ね。はい、それでは4個目です。せーの、はい。あー、ガハハハハハー。あー、これもこれもなんか説明するとちょっとね、なんか結構ね、下ネタもうちょっとね多いんですよ。だからまあそんな、うん、心のシーンだね、うん、はい、それでは5個目です。せーの、ほい。おお、いきなりちょっとグロめのやつが来ましたよ。じゃあ夢バトルしようぜ、夢バトル。はい、それでは6個目です。チェンソーマンのやっぱりグッズってめちゃめちゃカラフルでね、おしゃれで可愛いよね、うん、はい、ではいきます。せーの、ほい。あ、来たー、しますしまーす。どっちやねんっていうね、そう、チームね、同じ顔なんだけど、これをね、牧間さんに言われてしませんって言ったんだけど、姫の先輩に言われてしまーすって言ったのよ。男のね、揺れる心よ。そう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 、うんうん、気になる方はね、ぜひチェンソーマン呼んでみてください。はい、それでは7個目いきまーす。せーの、はい。んおー、ちっちゃくてね、本当に一瞬どんな缶バッジかわかんない。すげえ、それはすげえよかった。あー、はいはい。でね、ちょっとほっとしてあれするとこだ。いいシーンですね、うん、いいシーン、うんうん、今のところ被らずね、来てくれてるので嬉しいです。8個目です。せーの、ほい。おお、暗い。俺たちの邪魔すんなら。おお、かっこいい。かっこいいんだよね。デンジがやっぱチェーンソーマンになる瞬間ってめちゃめちゃかっこいい、うんうん。それでは次が9個目です。いきます。せーの、ほい。お、最高じゃないですか。またこんなシーンを入れてきてる、デンジの顔。はい、これがラストの開封です。やっぱ10個ぐらいの開封だとすぐ終わっちゃうね。うん、あっという間だね。寂しいです。ではいきます。せーの、ほい。 おまたデンジ。
すげえ、じゃあ寝放題じゃねえか。なんか電池のそのポジティブさにいつもなんかすごいいいなって思うよね、前向きなんだよね、この時もそうだし、すごいね、元気がもらえます、はい、ということでチェンソーマンのコレクション缶バッジプチ夢バトルの10個開封結果はこんな感じとなりました。いや久しぶりにチェンソーマンの開封ができて、なんか楽しいね、やっぱり大好きって思いました。ジャンフェス2022で購入した先行グッズ抽選販売分もチェンソーマンのグッズ当選しているので、また届き次第動画で紹介したいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。